おはようございます。茂木耕作海空研究所朝礼、今日は令和5年5月13日でございます。今日はね、見えますか、東京ビッグサイトに来ております。今日はですね、AI の勉強会みたいなイベントがありまして、まあ、ここでやるっていうんで、僕ここ初めて来るんですけど、講師がですね、羽根拓也さんっていう、アクティブラーニング能動的学習っていう学習方法ですね、まあ、そこその第一人者というか、僕が14、5年ぐらい前に東京学芸大学で気象学の授業を始めた時に、全然うまくいかなくてうまくいかねえなと思っていた頃にですね、羽根拓也さんが YouTube でアクティブラーニングっていうこと、アクティブラーニングっていう手法があると。で、基本的にその日本で授業をやるっていうと、一般的にこうイメージとしてはさ、座って何かを聞いて、前に書かれて前で喋っていることを一生懸命聞いたら理解できるよねっていう、まあ、そういうスタイルの授業はほとんど 99% ですけど、まあ、それでなんていうか知識が身に入ること自体は悪いことじゃないと思うんですけど、本当に身につくかどうかみたいなレベルに行きたかったら、能動的に主体的に取り組めるような課題とか問いとか、ミッションを授業で提供できるといいよねっていう、まあ、そういう趣旨のことを YouTube で話されてるんですよ。12年ぐらい前の YouTube にまだ残ってますんで、よかったら見てみてほしいんですけど、羽根拓也さんってもともとハーバード大学で日本語の講師をされてて、まあ、語学の講師なので、まあ、要するにハーバード大学の、英語ネイティブの人に日本語を教えるっていう、これ、まあ、意外とハードル高いですよね日本語ってすごい複雑な言語なので、その英語を僕らが学ぶ以上に、向こうの英語ネイティブの人たちにとって日本語を学ぶってすごいハードルの高い、なんていうか科目のはずなんですよね。で、まあ、それを逆にその羽根さんは日本語を、まあ、英語ネイティブの場所に乗り込んでって教えてるっていうプロフェッショナルで、でその人が日本に帰ってきて能動的な学習っていう手法をですね、まあ、持ち帰ってきてっていう形だと思うんですよね。で、まあそれ本当にパイオニアというか、まあ、能動的学習の手法自体はおそらくそのハーバード大学でも当たり前に使われてたということだと思うんですけど、まあ、それを日本で持ち帰ってきて、日本の環境下でも、あ、友人さんおはようございます日本の、まあ、さまざま、まあ、日本人こうなんていうか勉強自体はすごく好きな人が多いと思うんですけど、学び方の手法としてはその座学があまりにもこう多くの部分を占めすぎていて、まあ、能動的な学習、アクティブラーニングの要素がもっとあったらもっと素晴らしい能力発揮できるのにねっていう趣旨だと思うんですよね。で、まあ、そういうことをこうもう15年ぐらい前から発信されてて、で、まあ、その方がですね、僕もずっと Facebook で羽根さんのことをフォローしてたんですけど、あ、久々に羽根さんやっぱりすげえなと、なんだろうな、まあ、教育研究家というか、まあ、そういう意味でもすごい人だし、人材育成とか、まあ、大企業の研修講師みたいなこともずっとやってらっしゃる方なんですけど、まあ、やっぱすげえなと思ったのは、そのチャット GPT が出てきた時に、その、まあ、チャット GPT がバズワード化しかけて、その便利だとか、あまり使えないとか嘘も多いとか、いろんなこうことがわーわー言われている中で、羽根さんだけこう視点がもうまるで違うんですよ。そのAI と AI をどういうふうに使うかっていうことをどういうふうに向き合うかみたいな話の時に、羽根さんの話としてはですね、チャット GPT と
に問いを立てて、で帰ってきたものに対してさらに疑問を呈したりとか、もっと要求を高くしたりとか、違う視点をこっちから向けてみると、そのどのように返してくるかみたいな、その往復ですね。そのまあ往復がチャット GPT のこう本質だと思うんですけど、その対話っていうのは一体何なのかっていうと、要するに過去の人類との対話なんですよ。そのモテ作個人はこうたかだか40年そこそこの経験値で物事の価値観があったりとか、知ってることもせいぜい、どんどん忘れてたりもするしね、見えてないこともたくさんあるんだけど、まあ、でも一方では今感じていること自体はすごく大事なことだから、そのまんまそれを、大事だと思って生きているんだけど、一方でこれって、まあ、それまさしくね、その例えばユージンさんでいくと古典ラジオにハマってるって、まあ、僕もハマってるけどさ、いうのと近いなと思うんですよね。その古典のデータベースを作るっていうのを深井さんがやってるっていうのは、要するに人類ってこういうことをやってきたよね、こういうことを経験してきたよねっていうのを、まあなんていうか、すごく客観的にフラットな目で事実を眺めるだけで、あ、人類ってこういうことを経験してるんだねと。でまあその古典ラジオのデータベースというか、あの深井さんたちが発信されていることっていうのは、まあ、事実をフラットに見つめれば自然と答えは見えてくるっていうのに近いと思うんですよ。インサイトというか、あの問いを立てたら答えてくれるではなくて、こういうことがあった、結局それを見ただけで自分が感じ取ってしまうものが自然と湧き出てくるから、まあ、結局それは人類との対話であるみたいな、そういう趣旨だと思うんですけど、まあ、ChatGPT はさらにそれを能動的にしてる感じですね。だからパッシブラーニング、受動的に学習することで人類との対話を捉えると、古典を学ぶっていうことだと思うんですよ。古典ラジオでその人類ってこういうことやってきたよな、まあやらかしたことも成し遂げたことも、あのまあ発展したことも衰退して滅びたことも全部含めて、まあこういう経験値が過去に、まあ何千年と積み重ねられた歴史資料を眺めると見えてくるよねっていうのを自動的に受け取れるのが古典ラジオのデータベースセットだと思うんだよね。一方ではその能動的にももうちょっとできることあるんじゃないのっていう、でまあその両面すごく面白い部分があって、まあ、その能動的な部分っていうのがチャット GPT を使ってできるんじゃないかっていうのが羽根さんの、まあ、今ね取り組んでらっしゃる多分羽根さん自身の研究テーマなんだろうと思うんですよね。でまあ、羽根さんが、まあ、とは4月頭ぐらいにですね、まあ、Facebook に久しぶりにかなり熱い投稿をされてて、あなるほどなと、まあ、それは本当に奥様と の軽いなんていうか日常のエピソードではあったんですけど、でもすごく深く考えさせるとあるエピソードがあって、でそれにいいねしてシェアしたら、その翌日ぐらいに Facebook グループが立ち上がって、あ羽根さんがこういうなんかその Facebook 上で特別しかも無料のグループなんですけど、なんかそのマーケティングに誰かにこう教材を売るとかサービスを売るとかそういうのじゃなくて、単純にそのこれに関心ある人とつながりたいっていう、まあ、それぐらいの感じでこういうことするの珍しい、久しぶりっていうか珍しいなと思ってで、その AI で、能動的学習を研究するグループを作ったからどうぞっていうで、まあ、そこにもう即参加して自己紹介してしたら、やっぱりそのまあアーリーアダプターっていうかさ、とりあえず飛びついてみたけどよくわからずにいますっていう人もいるし、まあ使いこなしてもうガンガンにそのこれすげえっつって興奮してる人もいるし、まあ僕はそのまあ中間ぐらいにいるんですよね。まあ問いの往復をうまく繰り返せた時にはものすごい可能性を感じるし、まあ例えば僕の気象学の研究でいくと、コンピューターのなんていうの、まあ管理とか、要するに
気象学の研究を行っていく上でコンピューターも必須のものなんだけど、スーパーコンピューターとかも含めてね。だから、気象学の研究を進める上で必須の道具なんだけど、その道具そのものの専門家ではないわけよ、僕はね。だからそうするとものすごく必要なんだけど、コンピューターにももっと詳しくならないとうまく研究が進まないみたいなことたくさんあるんですけど、ただそっちに時間取られてる場合でもないのよみたいな、そのなんていうかさ、そういうこと、そういう中間的なニーズ知りたいな、知らないと話が先に進まないみたいな、ちょうど誰にどのように習ったらいいのかわからないようなことで、まあ、今まではね、検索してググって、まあ、ブログ読んで、あ、こうやって設定するのかとか、あ、こうやってこういうソフトが便利なのかなとか、でもそれもさ、いろんな意見があるからさ、やっては試していまいち合わないなとかを繰り返してるんですけど、その検索していい記事もあれば悪い、自分に合わない記事もあるっていうのをこう試して繰り返して試行錯誤してた部分をチャット GPT に置き換えると、相当なんていうか、もっと俺に最適化したこういうニーズが欲しいから、これはオーバースペックだ、そこまで必要ないんだけど、この程度には何とかしてほしいっていう細かい要求を繰り返してこう相談して提供していくと、こっちからこっちの実情っていうか、今こういうことに困ってて、まあその最適解が欲しいわけじゃないんだけど、最低限これぐらいのことがしたいみたいなことをたくさんこう具体的に状況を教えていくと、チャット GPT はこう徐々に僕に対する理解が深まってきて、なるほどなるほど、じゃあこういうのはどうですか、こういうのはどうですかって、すごいいろんな提案をしていく中で徐々にその提案の精度が高まってくるみたいな、そういう性質があるんですよ。でそこにはすごくなんかハマるとものすごいパワーを感じるんだけど、一方でその対話の技術っていうのがものすごいなんていうか必要だよねっていう、本当にだからこう生身の人間との対話と一緒だから、生身の人間との対話がこううまくできてる人ほどうまく使えると思うんです。それこそユージンさんとかその飼い主さんとね、日々向き合っていろんな人といろんな対話の種類を経験していらっしゃる人はもうまさしく向いてると思うんですけど、答えのない問題だけど考え続けなければいけないっていうようなことってたくさんあるじゃないですか。でそれにチャット GPT をどういうふうに活用していくかっていうと、まあものすごい可能性が今開かれつつあると。でそれを学びましょうという回ですね。まあそういうのにちょっと今日はね来ております。東京ビッグサイトね、ちょっとご挨拶もせずにすいません、冒頭の羽根さんへの熱いリスペクトの思いがですね熱くなってしまったんですけど、山田裕二さんおはようございます、砂塚森忠さんおはようございます、森本あかねさん、全くん、かんくんおはようございます。全くんもね、例えば今中学受験で勉強頑張ってたりとかするじゃないですか。で僕もかつてね受験勉強に燃えてた時期があり、で北海道大学にその無事ねその受験勉強頑張った甲斐あって受かったみたいな時にさ、どうなってたかっていうと、あの時ものすごい期待がさ、大学っていうものに対する期待がなんていうか根拠なく高まってたんですよ。あんだけ俺は受験勉強頑張ったんだから、大学はものすごいものを提供してくれるんじゃない、その根拠、そんな因果関係全然ないのにさ、根拠なくそれ信じてたよ。だけど、まあ見事にさ、関係ないじゃないですか、その、大学でもともと提供するのはこういうことですって言ってたのに対して、俺はその何も知らずに、俺は頑張ったんだから、ものすごい素敵な大学生生活を提供してくれるっていう風に勝手に期待値を上げてですね、北海道に
行って大学の授業を受けてみたら、なんだこれはと日々憤りを感じてたんです。でそれはまあ大学の授業が悪かったわけじゃなくて、まあ、僕が勝手に期待値をむやみに上げてたから、あの絶望したっていう話ではあるんだけど、ただまあそのなんだろうな、受験勉強ってまあなんか能動的に自分から一生懸命やっているようでいて、まあ基本的にはやっぱり座学なんだよね。知識をこうかき集めて整理して、より上手に、テクニックを駆使して点数を取るための、まあある種のテクニックの競技ですよね。まあそれを反復練習やって上手くなれば、それを試されるみたいなところがあるんですけど、大学が提供しているものっていうのは、その受験勉強とあんまり関係なくて、正直いかに能動的に自分で問いを立てて追求しようとした時には、その施設は素晴らしいし、環境は素晴らしいし、先生もそのまあ長年研究してきてるから、やっぱり掘り起こせば素晴らしいものがあるんだけど、その座学的な授業をやらせると、なんていうかポテンシャルはあまり高くない場合が多くてですね。だから授業で言ったら予備校の先生が一番うまいわけよ、塾の先生とか。授業の面白さみたいなのをくださいっつって欲しがりに行くと、まあものすごく絶望してしまうっていう、まあ憤りを感じたんだけども、でもそれはその筋違いの憤りで、要するにより上のね、高等教育みたいなものに行けば行くほど、能動的学習をいかに自分で楽しさを見つけて、それに自分でのめり込んでいけるかどうかで、その環境とか施設とか、その場に関心を持って集まる仲間とかに価値があるっていう状況にどん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 なっていくんですよ。なんかそういうのをね、こう自分の受験勉強と大学の授業に絶望した記憶とね、なんかそのいろいろ、でもね、すごい受験勉強やったこと自体はね、すごく良かったなとは思うんですけど、だから善君も今中学受験でものすごい一生懸命頑張ってるっていうのを見てて、本当に応援してるしね、頑張ってほしいなとは思うんですけど、なんかね、記憶が呼び起こされるんですよね、善君が今受験勉強頑張ってると思うと、その先の可能性の大きさと、一方では踏み外した時のなかなかのハードルが待ち構えてるっていうのもあるんで、それはハードルっていうのは難しいとかじゃなくて、自分の期待してた未来と行った先で起こることとの掛け違いみたいなことが、まあよくある話だよね。まあまあ、なんかそんなことを思い出したりしておりました。おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。ちょっと雨降ってきたわ。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。佐藤奈君、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。まあ今日はね、とにかく僕はね、羽根拓也、憧れの羽根拓也さんに初めてお会いできるっていう、ただまあそのね、ミーハー感もあるんですけど、まあそれをただただ楽しみにして、まあせっかくのね、実践を交えたワークショップ形式で、もう会場でどんな人と会えるか分かんないですけど、まあ、得られたことはね、ぜひこのサロンの中でもたくさんシェアしていきたいなと思っておりますんで、皆さんも今日はどなたと来られますか。お引き一日をお過ごしくださいませ。じゃあね、友人さん、ありがとうございます。